ですよ。こんばんは。やっほー。やばい。空気清浄機みたいなのつけてるんですけど、その音に声がかき消されとる気がする。大丈夫そう？消そうかな。清浄中。こんばんは。ゆずきちさん、星ありがとう。音大きい？なんかよくわからんさ、何？プラズマクラスターシャワー入りみたいなやつつけとるの。消そう。配信中は消しとこ。こんばんは。あ、雨の音かと思った。確かに今日雨やもんね。昔からおじいさんめちゃかわいい、ありがとうございます。そう、なんか喉の調子悪め。今日私体調がね悪めなんよ。体調が悪めっていうか、なんかいろんなものが重なったゆえの体調が悪め。ヒューガヒャンさん、掛け軸ありがとう。俺の嫁やって。翔一さん、ありがとうございます。まだ筋肉痛って、もう筋肉痛わ、もう全身筋肉痛。トラさんもありがとうございます。すごいさ、 iPad 置いてるうちが低いから、すごいなんかさ、肘ついて態度悪いみたいな感じに見えるかもだけど、これはちょっと低くしてるからこうなってるだけであって、ちょっと態度悪いとかじゃない。普通に座ったらもうこうなるから。化粧ポーチの上に置くとかって、もうすでにね置いとんよね。置いてこれないよ。そう、ちょうど化粧ポーチの上なんですこれ。よくわかったね。ほんとね、足と腕とお腹が筋肉痛。お腹筋肉痛とかなかなかならんけん珍しい。それで全身が痛いプラス、今日はなんか低気圧、雨のせいで頭が痛かった。低気圧の頭痛がしてたし、なんか喉もイガイガしてたから。喉は何が原因かちょっとわからないんですけど、なんかいろんなことが降りかかっている一日でしたね。
そう、お腹は筋肉痛ってなかなかなくない？やけん笑ったりしたら痛い。トラさん星10個、ヤマイさんお疲れ10個ありがとう、イコールさんもありがとう。起き上がる時も辛いって、そうだけん目が覚めた時、あ、やばい、全身が痛いってなった。でもそんなね、一つ一つは大丈夫だから気にしないで。お疲れさんもありがとう。腰は大丈夫そうって。腰ね、腰。なんか今日体調の話しかしてないんだけど。腰はね、大丈夫大丈夫大丈夫。そう、私整骨院にさ行き始めた話をまだ配信でしてない気がする。整骨院にね行き始めたんですよ、ついに。でもちょっともう時、行き始めてから時間が経っちゃったから、もうその時の感動のテンションで話せんかもしれん。うん、初めて整骨院行って、今日からメール取ったのでよろしくお願いしますって。ありがとうございます、ありがとうございます。やからメール嬉しい。いっぱい見てください。え、そう、整骨院行き始めて、何を話せばいいんだろう。すごいね、楽しいんよ。一回行って治ったの？なんかそんなんじゃなくて、すごい定期的に行かんといけんの。なんかコースなのか何なのか分からんけど、だけなんなら初めのうちはもうほぼ毎日みたいに来てくださいって言われてて、でも毎日はさ行けないから、結構でも頑張って空いてる時間とかに行ったりしてるんですけど。なんか私は腰が痛いので腰が痛い人なので、1年前雪で大ごけしてから、それを直すみたいな感じで行ったんですけど、そう、ボキボキねしてもらった。ボキ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 。首とかもボキ。なんか結構歪んでるたっぽくて、ボキボキが楽しかった。
ごいね人って。あ、なんか私って、あ、骨、自分の骨の存在を実感した。で、楽しくて、で、整骨院何回か行ってた、ずっとボキボキして、何回だったかな、3回くらいボキボキしてもらって、わーいって思ってたんですけど、うん、この前行った時4回目からもうボキボキじゃなくなっちゃって、もうボキボキは3回までだったっぽくて、もうなんか歪みをその3回で直したから、次はその筋肉をどうとかこうとかって言っててそうだからボキボキじゃなくなってね、その次は筋肉のなんか動きがお良くするみたいな感じになって、そうなんかマッサージみたいな感じになったから、私はボキボキが好きだったって思いながらでもね、きっとなんかその何治るためのあれがあるんだと思うので、通おうと思います。でも本当にそのボキボキしてもらった後とか、体がもうなんて言うんだろう、すごく動かしやすくて、そのレッスンの前、リハの前とかに行ったりしてたんですけど、もうその後のリハとかもうもう本当に踊、なんかもういっぱい体が動いた、そう、軽くなった。から私もすごいね、整骨院、整体を進める人みたいになってるメンバーとかにも、そう、腰が痛いって言ってたりしたら、いやもう整骨院行った方がいいよいやもう整骨院行くべきよって言ってる。そうなんですよね案件ではないです。なんかね、電気と針の治療とかもしてもらってる。電気はなんか何、電気が流れるのをペタペタって貼って電流流してもらうんですけど、私電気耐性ある人なので、すごい強く、じゃあこれから電気強めていきますので、ちょうどいいぐらいのところで言ってくださいって言われるんですけどそのちょうどいい、どんどん上げられるけどそのここぐらいでって言わないから、え、痛くないですかって毎回聞かれる。から電気の修行みたいになってる。ね、あ、大丈夫です。だから以前よりも私の電気耐性が上がってるかもしれん。もしまたね、次罰ゲームでビリビリペンみたいのがあったら、あっても、もう、もう本当に多分前より効かないと思う。
地が低すぎる気がする。そう、今日はお仕事でホテル泊まってる。泊まってる。そう、一人部屋だね。一人部屋です。ゆらぽ、ゆらぽ、あ、そう、この前はゆらちゃんと同じ部屋だった。初めてだった。今日はゆらちゃんはいないね。初めてですごい。なんか楽しかった。何の話したかな。語ったって、いや語ってはないね。もう何の話したか覚えてないもんだって。だからそんな多分深い話してないけど、なんかずっと笑ってました。ゆらぽ、ゆらぽ、なんだかんだ同じ部屋なったことなかったから、舞台とかね一緒にずっといたけど、部屋は隣同士だったから。トラさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ありがとう。ゆずきちさんもありがとう。ずっと笑い合えるそんな関係って。なんかかっこよく、かっこよくなんか要約されてる。毎回会話の内容覚えてないって。いや、そうでもない。覚えてるのはちゃんと覚えてるよ。覚えてるよ。今日がさっきまでサーヤンといたんですけど、何喋ってたかな。あ、なんか夜ご飯のねお弁当があって、用意してくださってて、今日いろんな種類があってさ、4種類ぐらい準備してくださっていて、で、あ、お弁当あるんだって言ってだけ言って、まだ私その時お弁当を取ってなくて、普通に後で取ろうって思って座ってたら、サーヤンが、さやかりんは魚の選ぶでしょうって言われて、で、私本当に魚のがいいなって思ってて、あとでじゃあそれをいただこうって思ってたから、すごいって思って、
なんでわかるん？って言ったら、もうわかるよ。さすが探偵、確かに。高尾探偵。わかるよって言ってた。翔一さんめちゃ可愛い、ありがとうございます。でもなんかね、嬉しかった。分かってくれてたのが嬉しかったですね。で、魚のを実際に選びました。最近魚欲が高いんよね。魚を欲しているかも。美味しかった。なんかサバが入ってました。たけさん、俺の嫁。一番好きなお魚、難しいね。一番好きなお魚はなんだろう。すごい。魚が、いろんな魚が並んでる。あ、シシャモはないですね。サーモン安定に好き。ノドグロ、カツオのたたきも一時期好きでずっと食べてたんだけど、なんかね、鹿肉を食べてからなんかちょっと鹿肉味あるなって思うようになって、ちょっと苦手になっちゃった。つよぽんさん、クマありがとう。ありがクマ。目指しマグロ。魚とはちょっと漢字が難しいよ。漢字が難しくて、ちょっと漢字で書かれたらわからんな。何これ。あ、ブリはね好きよ。そう、ちょっとね、似とるんよね、鹿肉の。なんか、なんて言うんだろう、鹿肉のユッケに、ね、似てるんよね。ね、もう漢字ばっかりになっちゃったやん。もうわからんよ。ね、もうわからん。わからん、もう。このサバ味噌しか読めん。あ、サバ味噌は好きです。いや、難しい難しい、確かに。え、魚ってさ、全部さ漢字魚編なのかな。魚編以外の魚。
魚へん以外の魚ってないの？ちょっと自分で言っててよくわからん。あ、金魚、確かに金魚は魚へんじゃないね。あ、サンマも魚へんじゃないか。まあ、魚は入ってるけどね。タチウオ、確かに確かに。メダカ、メダカって漢字あるっけ。メダカ、え、目に高いって書いてメダカなの。あ、トビウオ、あ、意外といっぱいあったね。意外といっぱいあるんよね。え、細魚ってなんて読む。細魚、何、イワシ、フーグ、シーラカンス、ブラックバス。あ、全然あるんだね。さやか、あ、さよりって読むのね。あ、イワシは全然違うね。なるほど。なるほどね。ここの毛がまた伸びてきた。もう7周年ツアーの初日が今週ですね。日曜日だね。頑張らねば。日曜日までにそうね、筋肉痛はきっと回復するね。初日の見どころありますかって。あります。配信とかはあるっけ。配信、神戸、あるのか。神戸、広島、岡山はある。ほう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 。
Hulu であるのね。Hulu。ぜひね、会場に来られない方も、じゃあ配信で、ぜひ、ぜひ。会場に来てくださる方も、楽しみましょう。楽しみましょう。でも怒涛のリハに期間に入りそうですね。そろそろ。前回の配信で話が長くなるので次回にって言ってた話をぜひ言って、あれでしょ？それはそれが。その整骨院の話でした。最近私、あ、そうだからなんか整骨院に行き始めて、体の歪みがねなくなってから、なんか生活リズムもね整ったの。生活、まあ生活リズムというか普通に夜に眠い。私夜になったら全然眠くなくなっちゃう人だったんですけど、普通にもう夜眠くて寝ちゃうね。そうでも、もうここ最近バキバキしてくれなくなったから、してくれなくなった、してバキ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 ってされる、なんだろうあれは、なんて言うんだろう、ちょっとなんて言うのか分かんないけど、なんかポキ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 みたいなやつがなくなっちゃったから、ちょっとどうしよう。その効果をもう実感できなくなるかもしれないけど、まあ、バキバキねしすぎたらなんか悪いとかあるのかな。しすぎはね、なんかダメなのかな。あまり良くないんだ。じゃあ私はもう電気とね針で我慢しようと思います。ねん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 、会いたくないの、できたくない。なんか
よくわかんないあれいつこれ今んみたいな、これ刺さったみたいな、ってなってる。やっぱり気持ちいいよねって気持ちいいの？分からん、よく分かってないかもしれん私。これサビつな、なに？ってなってるんですけど。あのその何腰とかにやってもらうから自分で刺さってるとか見えんし、見えないからなんか分かんない、いつ刺さっているのか。で気づいたら終わってるから、ありがとうございます。お灸を経験してみるのもいいよ。お灸もね、なんか多分してもらったんよね。でもよくわからんかったよくわからんかったなんかなんだったっけな、なんかで、なんかの人はもうついてますみたいに言われて、あ、じゃあありがとうございます、お願いしますって言ってるんですけど、それもなんか背中とかに乗せてもらうから見えんし、なんかよくわからんかったいや違うよ、なんか電気をしてもらってる間にお灸も乗ってるみたいな感じだったから、私はもうその電気マックスみたいな感じされてたから、もうお灸の熱さがよく多分分からなかったんでしょうね。だからあれかもね。なんか今話してたらさ、私あれ意味ない、なんか言っている意味あるのかな。どうなんだろう。効果あるのかな。でも体がね軽いからね、きっと効果を得てるんでしょうね。得てるんだと思います。お灸を据えるが通じないって、確かになんかお灸を据えるって言うもんね。お灸が据えれない人なのかもしれない。そう、どれが聞いとるんかは分からん。でもなんか私的にはあのボキボキが効いてた気がするんよね。ボキボキもしてもらえんのかな。これは近々行かなくなるやつって、いや多分なんかあるんじゃない、終わりが。
最近はね結構行ってます。あ、もうこんな時間なん？56分なんだ。そろそろじゃあ壇上を読もうかな。そう、あの生誕 T シャツがね発売中、受注受付中で、今日公式のツイッターにポストしてくださってたので引用したよ、引用ポストしたよ。こんな T シャツですっていうのも載せてるのでチェックお願いします。ぜひ着てる姿を見せてくれたら嬉しいな。そう、27日の土曜日まで、ツアー前日までですね。あ、もうこんな時間だ。壇上います、壇上読ませていただきます。13位、昔からおじんさん。12位、ジュリーのつよぽんさん。11位、ヤマイさん。10位、ヒューガヒョンさん。9位、イコルさん。8位、ヨウちゃんさん。7位ケンちゃん。6位カズサさん。5位、静岡の天パのタケさん。4位、ゆずきちさん。3位、しょういちさん。2位、とらさん。そして1位、お疲れさんです。ありがとうございました。パチ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 。そして明日大吉じゃないんよね、それが。吉の方は八千代駅に快速停車おめでとうさんでした。おめでとうございます。それじゃあね、明日も一緒に頑張っていきましょう。私も頑張ります。なんかなんかちょっと体調も良くなってきた気がする。それじゃあね、おやすみなさい。バイバーイ。ぐんないぐんない。